痛い。皆さんこんにちは、みきまるです。ということで始まりました。この日はですね、私仕事がお休みだったんですけれども、もうめっちゃくちゃ体調が悪くて、ホルモンバランスガッタガタって感じです。昔さ、血液ガッタガタって言うたあったよね。知らないかなまあそれは置いといてですね、もうマジで体調が悪くって、歯も痛いし、こめかみもなんかズキズキするし、生理じゃないのになんか生理痛のような鈍痛、お腹が痛いし、首も肩もパンパンだし、夏に骨折した古傷もなんだかズキズキ痛み出して、もうやばいって感じで、ホルモンバランスがガタガタな日でございます。50代前後ってさ、本当に意味不明の体調不良に襲われるって感じで、私みたいにあまり体調良くないなっていう人多分たくさんいると思う。だから少しでも私の動画を見て、あ、私だけじゃないんだ辛いのって思ってもらえたらいいなと思って動画を撮っております。ということで、ぜひ最後までご視聴していただけたら嬉しいです。
いただきまんもす。あったかいのは痛くないんだよね。今からですね、急遽予約が取れたのでネイル変えたいと思います。月に1回ジェルネイルをやってるんだけど、もうね浮いてきちゃってるので、今日ねちょっと入れるっていうことだったので、今から行ってきます。まあね、本当にこう気分の浮き沈みも激しいし、やる気がある時間帯と全くない時間帯があるんですけど、ネイルでもチェンジして気分を上げて女性ホルモンを出していきたいと思います。ちなみに今日のファッションはどこの締め付けもないというアメホリで買ったニットワンピです。めちゃくちゃ楽ちん。それでは行ってきます。